細かい音楽。細かいな。そういう感じで、はい、僕らが始める新コーナー2発目、はい、細かい音楽のコーナー、はい、プロミュージシャンの細かいけどいぶし銀なプレーを音楽コンシャスな2人が語る細かい音楽のコーナー、はい、来た、イエーイ。このコーナーはまあまあそういうことよね。そうですね、まあそんなに音楽コンシャスと言われても、そんなにね、まあ、一時期は別としても、うん、元音楽コンシャスやから、そう、うん、めちゃめちゃ聞いてるわけじゃないけども、うん、やっぱしそうは言うても音楽コンシャスやからっていうよりは俺やっぱプレイヤー耳っていうところかな、結局、うんうん、そのマジョリティと比べるとちょっと聞き方が違う、うんうん、ライターでこう棚層がちょっと細かいとこをかけるっていうのと、うんうん、まあ近い、ね、近いな、やっぱりギターやってたからこそっていうのだとか、あのそういうところを聞いて楽しんでいる、うんうん、あの普通の人に聞いてもおそんなんやってんのっていうようなところにちょっと意識的になったらおもろいでしたろうっていうことをやっていこうかなと思ってるわけですよ。で、1回目の今回は、はいはい、とはいえ楽器じゃないんよ、最初やから、うん、今回はあのボーカルなんよ、あえての、あえての今日は、2つのアーティストを取り上げるんだけども、はいはい、1つはあのデフトーンズっていうバンドで、はい、ヘビーロック界のレディオヘッドと言われている、うん、あのヘビーロックってこう脳みそが筋肉でできている、うん、マッチョイズムだけの、うん、音楽だと思われがちやけども、うん、非常に繊細な、うん、それはもう非常に斜めかしい音楽を奏でとるんですよ、うん、デフトーンズ、あの、うん、僕多分10年ぐらい前かな、20歳ぐらいの時、はいはい、世界一好きやったねこのバンドが。ギターも素晴らしい、ベースも素晴らしい、ドラムも素晴らしい、でボーカルも素晴らしい、ちょっとこのジャンルではもう全然別格、うん、でもう今はこのジャンルから離れてるからどうなってるかは分からないし、デフトーンズがあんまりかっこよくなくなってることは知っている、もっとかっこよくなるのか知って出てるかもしれないし、それちょっと分からへ んけども、その当時、もうちょっと群を抜いてかっこよかったバンドですね。で、このバンドのことを語り始めたら本当にキリがないんやけども、一つの特徴として、あのチノっていうボーカルなんやけども、あえて音程を外しよるよねこいつ、メロディー、一つの曲にはキーっていうものがあるやんか、うん、キーが A の曲もあれば、うん、例えば G の曲もあるし、うん、例えば A の曲やったら、うん、基本使える音っていうのは決まってるんよね、うんうん、で A の曲やったら A でジャーンってやったら綺麗に終わる、うん、まあある程度いろんなルールがあって、うん、そっから外している音をメロディーに結構入れてくるんよ、うん、気持ち悪いねそれが、だから、うんうん、その音を使うとあかんがなっていう、うん、この曲でっていう音を、まあ、もちろんあえて入れてるんやろうという、それね結構ね、本当デフトーンズの特徴で、うん、で、まあ、それをまあ聞きましょうと今ね、デフトーンズの曲を2曲聞くと、うん、でそのね方法論、結構特殊な、うん、あのデフトーンズの専売特許ともいえるその方法論を使ってるアーティストがおって、うん、それがアイコなんや、あカブトムシのアイコね、はい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 、はい、アイコの曲で、うん、そんなんもあるんやでっていうのをちょっと聞いてみましょうということで、うんうんうん、まずデフトーンズの、サードアルバムですね、はい、ホワイトボディの1曲目、あれなんて読むかよくわからないんだけど、フェイセテリアって読むんかな、あの、うん、1曲目をちょっと聞いてみましょうね、頭の部分です、うん、次、あれここ今わかった細かいなあのね、バッカーって始まって、これちょっともう一回聞きながらちょっと歌ってみようか、いきますよ、はい、この今のピッチ、あ今のメロディのピッチがね気持ち悪いでしょ、ずれてるんよね、多分半音ぐらいずれてるんよね本来行くべきピッチに、あれか、ちゃんと終始してないってことだよ、ね、あ終始してないってことだよね、ここで言うとね、まあ、メロディの最後やから、そうちゃんと終わるべき音で終わってない、もう一回聞いてみましょうかこれ楽しいんかな、まあ、ちょくちょく出てくるんやけど、まあ、ここは顕著なので、うん、
このあね。って言ってとこが変形ハーって終わるのが一番普通やってことだね。そう、あのそう、ね、でも半音落ちてんのかな、うん、下なんよね多分本来の音。本来はそうね、もうあと半音下げなあかんとかな。そう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 、うん、もう一曲、顕著なのが出てあるので、うん、次はねその次のアルバムデフトーンズのデフトーンズ、うん、ザ・セイムやね、セイムタイトルの、多分4曲目のミネルバっていう曲ですね、うん、これシングルカットされた曲です。はい、このピッチ、これもまたさやね、終始してやることやね、ちゃんと、うん、もう一回いきますよ。この辺は普通電力って気持ちいい、このバーだね、まあ分かるでしょ、まあ終わるべき音で終わっていないっていう、もちろんあえてだから、あの虹色の音痴って俺は呼んでるんやけども、おうおうおう、まあだからあのパッと聞いたら音痴なんよね、おうおう、歌下手な人で、あのデフトーンズの特徴としてもう一つ言えるのはコード感、ギターのコード感、あんまし俺は詳しく分からへんけども、まあメジャーセブンスとかすごい使うっていう、それにさらにこの気持ち悪いボーカルが入ることでさらにテンションが上がるっていう、全体で言うとテンションを加えることでテンションが上がるっていう、こっちのテンションがグンと上がるっていうね。細かい音楽、細かっ、あの分かるかな、分かるかな、分かると思うよ多分、音痴、歌下手っていう、そこのメロディー、その音つことあかんでっていうところで終わってしまってるのね。分かりやすくなるのかどうか分からへんけど、お辞儀するときにチャンチャンチャンって言って、気をつけ、礼、気をつけやのに、チャンチャンチャンってもう一回言ってこけるみたいな方法論が使われてるみたいな、あんましありそうでなくないこんなんで。あ、そうやな、うん、そうそうそう、これ本当にね、デフトーンズ聞いてたらめっちゃあんね、すごいなって思う。これ癖でやってんのかな、もしかしたら癖なんかもしらんけど、そうやな、分からん、それは分からんけども、でその虹色の音痴を日本でやっている人がアイコなんですよ。これはね、なんて曲やったかな、さっき雲は白、リンゴは赤やったかな、頭悪そうやろいやそんなことない、すげえ知的や、知的やわむしろこれシングルの曲なんで、あの知ってる人は知ってると思います。ちょっとサビの部分ちょっと聞いてみましょう。知ってる？知らん。これサビなんやけどね。これも最後の。この音。ああ、なるほどね。はい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 。ないたみたいな、なんかそこじゃないやんか、終わるべき音は。もう一回言っとく？もう一回行こう。うん、でこの音ね、この音のピッチがちょっと違うんよね、多分これも半音落ちてんのかな、なんかちょっと高めで残したまま曲が終わってしまってるってことね。そうそう、で何だっけ、その前のリンゴの赤テン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 っていうとこは一回こう仮に終わってるやん、そこで曲が、でそれでもう一回始まってよいしょって感じがあるのが、その最後はほんまはほがよいしょって終わらなあかんのに、よいしょじゃなくてそのままスーッといってしまってるっていう、そうよいしょって気持ち悪いわって言ってもうてるって言ってもうてるみたいなね、そういうなんやろね、これは俺らが勝手にこの方法論を名付けようや、虹色の音痴俺らがっていうかもともと名付けてたやつやん、それ細かい音楽、細かっ、結構いっぱい音楽聞いてきたけど、あんましない、しかもボーカルだけでやってるからより変なよ、ああそういうことか、そう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 、だからこのアイコーでもね、アイコーは結構いい曲はいいんよ、ボーカルが、俺アイコーはトラックが良かったら結構椎名林檎ぐらいになるんちゃうかなって一時期思ってた頃もあるけど、まあまあトラックはまあかなりひどい、聞けたもんやないっていうぐらい、まあまあひどいというか、まあ普通の J-POP やね、でもアイコのなんかやっぱりもうタイトルからしてすごいよね、
雲は白、リンゴは赤って、もうすごいいいよね、ケンタはそう言うけど。いや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 、俺もだって未だにめっちゃ評価高いよ、アイコ。アイコ？ちょっとウォウォウ言いすぎやなと思う時あるけど。ウォウォウ、うん、じゃあなんかな、多分アルバム1曲通して聞いたらな、全部ウォウォウかい、ウォウォウ全部言うてると思う、こうやウォウォウ言うてる、うん、あのウォウォウちゃうか、あのイエイイエイかいな、あのナナナナタッタみたいなさ、なんかこうスキャットみたいなことをさ全部の曲でやるやろ、やるな、うん、めっちゃすんねん、あやるね、ダナナナタッタみたいな言うな、あそれがちょっとやりすぎなのと、うん、まあトラックはちょっとまあ J-POP 仕様なのはいいやんか、うん、でもこの人変なコードめっちゃ使うやろ、もともとその印象あるな、うん、そうね、そうやな、あのこんなんそれそれに値すんのこんなんもあるでっていうのがあったら送ってきてほしいね、あ、うん、あのちゃんとなんか変なボーカルで、うん、え虹色の音痴、虹色の音痴第3、デフトーンズはめっちゃあるからちょっと省いて、違うバンドとか違うミュージシャンでそれをやってる人ってことやな、うん、そう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 、あのね、なんか奥田民生とかもなんかあったような気がするんよね、なんかで、うん、気持ち悪いのが気持ちいいっていう、うんうん、これはだから、全てに通じてるんよ、気持ち悪いのが気持ちいい、これ2011年もっとスローガンとして掲げていこう、2012年な、2012年、気持ち悪いのに気持ちいいっていうさ、うん、コンシャスラジオ